創価学会名誉会長池田大作氏、1928年東京都大田区生まれ。小学生の時、友人に誘われて創価学会の座談会に出席し感銘を受ける。1947年に19歳で創価学会に入会し、1960年には第3代会長に就任する。1964年には政界にも進出し公明党を結成。そして創価学会の最高指導者として日本最大規模の宗教団体に育て上げた。近年は公の場には姿を見せず安否が不明であったが、2023年11月15日95歳にて老衰のため東京都新宿区の自宅で亡くなっていたことが、11月18日創価学会の創立記念日に学会のホームページにて伝えられた。ネットの情報では自宅は新宿区信濃町のとある場所と噂されており、 Google のストリートビューで閲覧できないことや周辺の警備が異常に厳重なことから、かなり信憑性が高いと言われている。総資産は1兆円とも2兆円とも言われており、今後は遺産相続にも注目が集まりそうだ。